ニューイヤー駅伝開幕直前スペシャル企画、推しメン選手権。さあ、今回の企画はですね、2023年1月1日、元旦に行われておりますニューイヤー駅伝、第67回全日本実業団駅伝ですね。今回は推しメンというですね、あのテーマにちょっと、スポットを当てまして、いつもと違った角度から応援していこうというですね、企画になります。今回の企画の司会を務めさせていただきます M 高志です。現状打破よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、そしてですね、今回このニューイヤー駅伝ね、推しメン企画を盛り上げてくださる、そしてもう本当にさっきからもう熱いねもう情熱がね伝わってくるスペシャルなゲストの皆様をねご紹介したいと思います。まずはですね、砂漠からジャングルから山まで世界中をね、走っていらっしゃいます尾藤智美さんです。よろしくお願いします。はい、サハラ砂漠を走って世界2位になりました尾藤智美です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。なんかあれなんですか、帰ってきたばっかりなんですか。そうなんですよ、つい先ほどですね、タイから日本に帰ってまいりまして。タイから。はい、タイの山を170キロ47時間半かけて走ってまいりました。いや、もう想像つかないですね長かったですね。いやー、ちょっとね、じゃあその48時間走ったテンションで今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そしてですね、おしゃれ番長、そしてですね、まあ、パンランということでパンを食べながら食べながら食べて走るですね、いろんな活動されていらっしゃいますさやぴさん、よろしくお願いします。全パンを愛しております、さやぴです。よろしくお願いします。よろしく。あ、全パン、全パンです。全パンを愛して全部食べながら走ってます。パンを愛して、はい、そしてランニングを愛して、愛しております。いや、すごい。いや、そのね、さやぴさん、よろしくお願いいたします。そしてもう YouTube でもね、今大人気ですウルトラランナーみやこさん、よろしくお願いします。ウルトラランナーのみやこです。もうすっかりこのポーズもおなじみですよね、はい、あのちょっとさっきのともみさんの後で紹介してもあれなんですけど、はい、もうあのみやこさんも凄まじい距離走ってますよね。そうですね、なんか試合連戦して、はいはい、週末レース出てない月あったっけ、そう、年間どれぐらい走ってらっしゃるんですか。年間ですか、はい、数えてないんで数えれないぐらいいや、そんなね、あのウルトラまでね、こう走っていらっしゃるね、はい、みやこさん、そしてこの3名のもう豪華熱い、ゲストの皆様ですね今回ニューイヤー駅伝のね、推しメン企画ということで、まあ、ちょっとそもそもニューイヤー駅伝について簡単にね、あのご紹介させていただきたいと思います。ニューイヤー駅伝は1月1日元旦に行われておりまして、まあ、7区間で100キロ走るね駅伝でございます。まあ、皆さんちょっと一人一人でね100キロ以上走っちゃったりするんでなかなかその100キロ走るっていうね凄さがあるんです。このスピード感がねまたすごいんですよね。7区間7人で100キロどれぐらいのペースで行くと思います。100キロ、ね、男子で3分、あ、え、3分、キロ3分、うん、切る切るぐらい、今いい感じのね、いい感じ、まあ、平均大会記録がなんと100キロ走って4時間46分7秒早い。皆さんね、あのソロで100キロ走ると思うんですけど、はい、4時間台ですよ。いや、もう比べ物なんですね足おかしくなっちゃう。これあのキロ2分51秒1キロ走れないですね。坂もあったり風も吹いたり、あのニューイヤー駅伝で群馬で行われるんで、すっごい風が強い区間は追い風だとめちゃめちゃ速くなるし、向かい風だと本当中継車が揺れるぐらい、それぐらいの風の中このペースで、そんな中でも、まあね、37チームの選手が、ね、こう出る中でも皆さんにそれぞれ推しメンの選手をですね、ちょっと教えていただきたいなと思いますので、順番にね、伺っていきたいと思います。ではまずはじゃあ48時間走ってきたばかりのともみさんからいきたいと思います。はい、伊藤ともみさんの推しメンはどなたでしょうか。はい、私の推しメンはじゃじゃーん、はい、村山健人選手です。
です。旭化成所属の村山健太選手ということで、はい、ちょっとその推し面の理由について教えていただけますか。そうですね、もともと私駅伝とかあまり知らないタイプで、はいはい、まあ、今回ねこう推し面をということで、推し面で頑張れるタイプなんですよ。推し面がいるから佐原さんが準優勝できたみたいなタイプなので、まあ、それでこうね、はい、あの推し面をってなった時にやっぱりフェイス、まずねやっぱ見た目から、やっぱ人は人間見た目から入ることもあるんですよ。見た目、ね、めっちゃイケメンじゃんと思って、はい、もうなんかパパっていろんな選手見た中でも本当にかっこいい選手いっぱいいるんですけど、はい、ちょっと私のこうドストライクにいたのが村山選手で、はい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 、さらにこうなんか私のこうズッキュンポイントというと、ズッキュンポイント、はい、村山選手が、はい、あのつけてるアイテム、おうおう、アパレルとかが、はい、私が好きで愛用しているものとちょっと合っちゃって、ドストライクで、ドストライクでアイテムもちょっと趣味とかも似ちゃってるみたいな勝手なもの共通で、そうやばい、まあ、運命感じちゃって、はいはいはい、あのこの今この写真で、うん、まあ、プーマさん着てると思うんですけど、ほいほい、私もプーマのアパレルとかもすごい好きで、今日もね、うん、プーマの靴履いてきてるんですけど、靴まで、はいはい、そうなんですよ。で、あの最近オレンジ色のビタミンカラーのめちゃめちゃ可愛いシューズがあって、小、はいはい、村山選手のシューズも履いて走っているわけですよ、はいはい、でお揃いじゃん、同じの持ってるみたいなところもあり、はい、でこのテーピング、手首に巻いてこのテーピングなんですけど、はい、私の170キロ、このね、タイで走った時も、はい、足首に巻いてたんですよ、同じじゃんみたいな、もうつい村山選手がついてた、そうついてた、ついてたついてたから、そうやっぱ頑張れちゃう。でこのねネックレスとかも、あのファイテンさんっていうね、はい、このあのアップルのもの、アイテムを使っておりまして、いやもうあの170キロついさっきまで山で走ってたとは思えないテンション。でもそれぐらいなんかやっぱりこう応援しがいがあるんですね。そう、しかもちょっとマブと言っていいですか、はいはい、インスタグラムとかもチェックしてるんですけど、はいはい、あのお子さんがめちゃめちゃ可愛いお子さんがいて、はい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 、でね、あのプーマとポケモンが今コラボしてるアイテムがあって、はい、それも親子でペアルックで着てるっていう写真がアップされてて、はい、子供もめちゃめちゃ好きなんですよ、はい、でその親子のペアルックって、まあ、男女のペアルックはまあまあちょっとなんか臭いなって思ってするんですけど、親子のペアルックって神じゃないですか、神ですね。そう、もうスポーツもできて頑張って、もしかも子供もこうちゃんと愛しているって最高の、はい、もう完璧じゃないかと思いました。ストライクポイントがいっぱいあるんですね。そうなんですよ。それで僕はですね、はい、ちょっと村山選手を、はい、ピックアップさせていただきました。いやもう圧がすごいですね。熱くなっちゃいました、はい、まあ、個人的にもちょっと僕の、まあ、駒澤大学の後輩でもあるんで、ちょっと嬉しいですね。いやもう本当にもう最高の後輩を頑張ってますね。というわけで、ともみさんの、推し面は旭化成の村山健太選手ということで、ありがとうございます。教えていただきました。ありがとうございます。さやぴさんの推し面のね、はい、選手を教えていただきたいと思います。はい、私の推し面は、はい、北島久典選手です。おお、北島選手。はい。ちょっとあのごめんなさい、あのこういったら申し訳ないです、はい、意外に動きました、ね。ちょっと渋め、はい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 、渋めかなと思う。北島選手推しの理由は、推しの理由は、はい、あのまず、はい、同い年ですね。同い年。同い年。あ、僕も同い年ですよ。似てますよね。ちょっと似てますよね。確かに雰囲気が確かに。川内優輝選手以外で初めて。ちょっと雰囲気ね。はいはいはい。そう、あ、じゃあちょっと同い年ってどこもあるんですけど、はいはい、まあちょっと年長な方というか、うん、あの駅伝走られる方の中では、はいはい、ちょっと年を重ねてらっしゃる方だと思うんですけど、はいはい、ここまで続けるっていうことがまず素晴らしいなと、はいはい、リオ、オリンピックに出場するということになって、はいはい、まあ、結局アキレス腱の怪我で、はい、あの実績としてはちょっといい結果が残すことはできなかったんですけれども、はいはい、その後も諦めずにずっとこの大好きなランニングを続けているという、でランニングのいいところって一人でもできるし、はい、いくつになってもできるところっておっしゃってるんですよ。うわ、もうその通りだな、一、はい、人になってもできるし、はい、何かくじけることがあってもこうやって続けていく姿って夢と希望の塊みたいな、そんな人なわけですよ。私がランニングを続けられるのもそういう夢と希望があってやってるんですけど、はいはい、やっぱりそういう自分との共通点が結構多いなっていうところが北島選手の推しポイントですね。やっぱりそう共通点があるとキュッとなっちゃう、ね、いやなります。乙女心がもう揺さぶられちゃって、大事。そう、あとこの渋い顔もね、フェイス、私も結構フェイス大事、フェイス大事でもってこと M さんの知ったの、ちょっと実は M さんがそう駅伝出てたらちょっと私はどっちにしようかなっていうところなんですけど。いやでもそれぐらいやっぱりね、気合もね、気持ちも入って、うん、そうですね。いやもうこのお二人のね、はい、熱い後に宮子さん、ね、そう、私ちょっとハラハラしてたんですよ、はい、お二人とお相撲かぶっちゃったんですよ、はい、そうか、ちょっと好きな人かぶるって、うん、ちょっとバチ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 
ったんで。おあちょっとみやこさんの推しの、はい、推し面ね、はい、ちょっと教えていただきたいと思います。みやこさん、はい、高久龍選手です。おお、高久選手、はい、ちょっとその理由は、理由はもう走り方がかっこいい、走り方がかっこいい、タイプ走り方がかっこいい、本当ランナーあるあるですね。そうなんですよ、はい、かっこいいなって思ったんですけど、はいはい、インスタグラムとか YouTube とか結構、はい、積極的に SNS を、確かにそうですよね、で、はいはい、で私も YouTube をやっているので、はいはい、高久選手のこの動画を見たりしたんですよ、はいはい、見てたらあれこんなかっこいい走りするのに、はい、喋るとあの可愛いとかギャップギャップギャップなんかあすごい誠実で、はいはい、真面目にすごいこう走ることに向き合ってるんだなっていうのが、はいはい、こう動画から感じられて、はい、走りはダイナミックでかっこいいのに、実は喋ったらこんな可愛いのやばいみたいな、なるほど、そういうギャップ女子好きみたいな、やばいね、共感がすごい。私 の, あのインスタグラムに、はい、DM を返して、やばー、それはそうなんですよ、脈あり脈あり見てるの、マジでなんか書いてあったメッセージが、はいはい、YouTube の編集参考にしてます、すごい勉強と思って見てたら逆にそうなんですよ、で、まあ、走りもすごく、はい、あの誠実で真面目っていうのは、うん、あの分かってたんですけど、はいはい、そういうSNS とかそういうのにも関しても努力をされてるんだなっていう、いろいろ研究されてるんだなっていうところで、またもう何回もそのキュンとするポイントが抜かれちゃったいやというわけでもうね、かなりもう推し面具合がもうねあのご視聴の皆様にもぐいぐい多分ね伝わったと思うんですけど、じゃあちょっとせっかくで、ね、私もちょっと僕も推し面ご紹介させていただいたんですが、はい、あの M 高志の推し面はですね、こちらじゃじゃん、おはい、九電工のベナード・コエチ選手です。おちょっとリアクションに困る。ニューイヤー駅伝って実は、まあ、日本人選手はもちろん多いんですけど、唯一外国人選手が走れるインターナショナル区間っていうのが、まあ、2区で一番短い区間が、走れるんですけど、そこの区間記録をね、持ってらっしゃるんですけど、でつい先日10マイル、まあ、約16キロですね、はい、10マイルの世界記録を出したばっかり、世界何分、ですね、多分そう最初ピンとこなかったんですけど、 10マイルを44分4秒っていうことは、はい、1キロ換算に計算してみたんですよ、はい、そしたらなんとキロ2分44秒、やばい、あーすごい鳥肌、自転車自転車、あ確かに怖っ、単純計算、まあ、5キロ13分41秒でそのペースで16キロいっちゃってるんですよね、で世界記録20秒ぐらい更新したばっかりなんです、すごいすごい、たまたまなんですけど、コエツ選手、僕あの隣でパスタ食べたことがあって、どういう状況ですか、北海道 の, あの大会にコエツ選手が出てる時に僕もちょっとお仕事で行ってたんですけど、であの僕食べたら隣がコエツ選手で、偶然ですか、あそうそう、あの、まあ、コーチの方は僕の大学の先輩だったんですけど、あのそしてちょっとお話しさせていただいたりとかして、で聞いてたら超真面目、めちゃめちゃ早いのにそれでいてストイック、だから早いんですよね、きっとね、美味しそうにパスタ食べてます。可愛い。何のパスタ食べてたらこパスタ、それそれがいい、それまあ日本人選手の活躍もそうですし、まあ、世界レベルのね、うん、そういう走りも楽しめるっていうのはね、ニューイヤー駅伝の魅力ですよね、ちょっとなんか楽しみですね、はい、楽しみですね、まあ、そしてここでちょっとね、あのまあ街頭インタビューなんですけど、街、うん、はい、角の皆さんのちょっとですね、推しメモもここで、皆さんね、あの注目していきたいと思いますので、こちらご覧ください。どうもこんにちは、スレンダーパンダです。お願いします。今回はニューイヤー駅伝の推しメン調査に参りたいと思います。こちらです、じゃじゃん、ね、はい、スタジオの皆さんが選んだこの4選手を調査していきたいと思います。それでは8000人に聞くぞ。8000人、どの選手がいいか。あ、お、ちなみに、はい、その理由は、あのボルト選手とか。ああ、なるほどなるほど、素晴らしい、ありがとうございます。そりゃそうに見えますね、詳しく、いやいやいや、なるほど、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、これじゃないですか。おお、はい、
ランナーで川口みたいな人って似てるなって。ああ、そうなんですね。そうな見た目で、はい、なるほど、日本背負ってるんで。ああ、確かに確かに日本のね、頑張ってほしいっていう。いや、素晴らしい。ありがとうございます。もうぜひ1月1日ニアゲームを見てください。あ、すいません、はい、ありがとうございました。ご協力ありがとうございます。おれ来ましたね。来ましたけど、なぜですか？なんかちょっとあの腕もいいし、うん、イケメン。イケメン、あれ、あ、いいですね。じゃあこの人。あら、おなぜ？なんで？顔がもう速そう。速そうな。確かに。あら、お、はい。ワク選手、はい。ありがとうございます。これは理由は？はい、なんかすごい走ってる姿がスポーティーな感じ。あ、スポーティーでちょっとかっこよさも人気で。フォームがね。じゃあこの方。お、あ、はいはい。あら、理由は？なんか。うん。努力してそう。努力してそう。あれ、あれ、理由は。理由は、理由は。うん、イケメンさんで。イケメンで、あ、こういう顔の方が、はい、お好みで、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ1月1日見てください。はい、ありがとうございました。これで。そう、100人達成です。100人達成しました。うん、どう、うん、まあでも、多いかな、一番多いのは、ここだけども。うん、なんかすごい熾烈な戦いになりました、ね、確かにすごいね。理由としては、うん、あの顔がもう、まあ、もちろんね、情報があれかもしれないですけど、ね、顔がイケメンだとかね、やっぱね、速そうとかフォームが綺麗とかありましたけども、うん、ということでこのような結果になりました、うん、以上ニューイヤー駅伝推しメン調査、担当はスレンダーパンダでした。ありがとうございました。さあ、ということで、あの街頭のね声も聞かせていただきましたけど、本当にね、もう皆さんね、いろんな選手を応援しているので、ちょっとますますワクワクね、ドキドキしてきましたよね。というわけで、あの本日はもう熱い熱いね推しメン選手権ということでね、お話ここまで伺ってきましたが、ちょっとね、改めて今日振り返ってみていかがでした、ともみさん。いや、本当にやっぱりこう推しメンがいると、さらにこういろんな感情を込めて見ることができるし、こうやっぱあのいろんな人の推しメンの情報を聞いたりとかして、はい、あ、この人はこういう感じなんだみたいな、より深く知ることができるので、はい、さらにこう駅伝が楽しみになりました。確かにそのこう友達同士で推しメン違っても、またそれは面白いですね。それでまたいいんですよ。楽しみですよね。楽しみになりました、本当に。ありがとうございます。サイプさん、いかがですか？はい、私もね、本当に推しメンを見つけてから見るのが楽しくなったっていうのが結構あるので、その人の背景を知るとより感情移入して、いけいけって思える気持ちが膨らんでくるので、なんかちょっと情報を仕入れてから見るとさらに楽しいかなと正直思いますね。そこのスタートラインに立つまでにいろんなヒストリーがあるわけですもんね。なんかね、楽しいことだけじゃないんだよ、はいはいはい、苦労してここに来たんだよっていうのを知ると、なんか見てるだけで泣けてきちゃ う、はいはい、ちょっとなんか席外せなくなっちゃうっていうのがあの元旦の楽しみの一つなのでそれをみんなで共有できたらなと思います。ちょっと熱いですね、はい、ありがとうございます。いや、というわけで本当にね、その楽しみ方、いろんな角度からこう、ね、応援できると、またニューイヤー駅伝の見方が、ね、変わってきますよ ね、 そうですね。というわけで、あの2023年、まあ、元旦から熱い、ね、レース、TBS 系列でも、ね、中継されますので、ちょっと僕たちも、ね、あの熱く応援していきたいですよね。というわけで、ね、ご視聴の皆様も一緒に、ね、応援して盛り上がっていきましょう。というわけで、本日は皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。現状打破、現状打破。